はい、どうも、堀織です。今回は、ポーカープレイヤーについて、お話ししたいと思います。で、まずはじめにですね、簡単に私の、自己紹介をさせていただきます。私はですね、元麻雀プロで、20代の時に、9年間、麻雀プロをやっていました。それで今、マカオに住んでいまして、ポーカープレイヤーとして、3年目になります。で、ポーカープレイヤーなんですけど、ポーカーには、大きく2つあります。1つはですね、キャッシュゲームですね。カジノで行われているキャッシュゲームで勝つ。で、もう1つがですね、トーナメントです。参加費を払ってトーナメントに参加して入賞して賞金を得るというものですね。まあ、手頃な、ね、参加費のものからすごく高額なものまであります。一番有名なラスベガスの夏に行われる大会だと、参加費が約100万円で、優勝賞金が、ね、何億円にもなるような大会があります。ポーカーのトーナメントだけで生活しているという方が、まあ、圧倒的に少数ですね。ポーカープレイヤーは、ほとんどの場合はですね、カジノで行われているキャッシュゲームで勝つことによって生計を立てています。カジノでキャッシュゲームで勝ったお金で、その高額な場合、100万円とかの大会ですね。さっき言った、WSOP というワールドシリーズオブポーカーというポーカーの大会があるんですけど、そういうでっかい大会に、参加したりするわけですね。で、私もですね、トーナメントに、参加していたことがありました。あれは一昨年ですね、マカオの、シティオブドリームというカジノで定期的にね、ポーカースターズのトーナメントが開催されていたんですね。で、僕もね、参加費がまあ1万とか1万5千香港ドルぐらいの、まあ、メインイベントで参加していて、なんですけど、そのシティオブドリームでトーナメントをやれなくなってしまって、現在は僕はトーナメントは参加していません。長期的にね、鳴らせば、まあ、なんとかなるだろうと思って参加し始めたんですけども、結局4回か5回連続で敗退して、60万円ぐらい負けたままトーナメントはね、終了しています。僕のトーナメント人生は。まあ、人生ってまだ終わりじゃないんですけど、まだこれからね、まあ、開催されればいいなって思うんですけども、ポーカープレイヤーの1日なんですけど、これはね、とてもね、シンプルですね、本当に。もう本当に朝起きて準備して、カジノに行く。で、カジノに行ってポーカーをプレイして終了。もう本当にそれのね、淡々とした日々の繰り返しですね。で、まあ、僕の場合ですと、1日に大体、まあ、8時間から10時間ぐらいをプレイの目安にしてるんですね。ポーカーのプレイする時間を。で、それで、月に、最低で200時間ぐらいを打つように、目標にしています。まあ、テーブル状況が良かったら、長く打つ時もあります。まあ、16時間とか、20時間とか、長時間プレイし続けることがあります。翌日の、いいか分からないテーブル状況で打つよりも、今ね、目の前にね、明らかにね、とても盛り上がっている状況があるんだったら、そちらを優先して長時間プレイするときもあります。なので、時間っていうのはね、基本的に不規則ですよ。起きて、まあ、目安の時間をプレイするんですけども、長い時間打って、もうその時に稼働するのは本当に寝て起きたら、またポーカーを再開するという感じですね。ポーカープロっていうのはね、そのテーブルにたくさんいるわけですね。まあ、だいたい平均、まあ、7、8人ぐらいはプロなので、なんで、長期的に勝ち続けるってなると、そのプロからもエッジを出さないとちょっと厳しいわけですね。たまにオールプロとかそういうテーブルとかもあるので、毎日打ってれば、必ずしも毎日ね、テーブル状況がいいというわけではないので、ポーカーで勝つのは簡単なんですけど、ポーカーでね、プロとして食っていくっていうのは、それよりもずっと難しいですね。普段はね、マカオの50、100香港ドルのミドルステークスでプレイしています。日本円に直しますと約700円、1400円ですね。テーブル状況さえ良ければ、それより高いレートも打つことがあります。まあ、100、200香港ドルと300、600香港ドルのテーブルがあるんですけど、まあ、僕はちょっと良かったら100、200もたまに座るよっていうぐらいですね。で、去年もね、1年間、まあ、マカオにいることがほとんどだったんですけど、去年100、200、150時間プレイして、去年の収支は、10万2000香港ドルでした。100、200の収支は。ただ、普段の100、200っていうのは、もう本当にね、強いプロばっかりのね、辛いタグなんですよね。なんですけど、まあ、状況が良ければ、まあ、僕も参加して戦うっていうことですね。まあ、これは、まあ、バムハントっていうスタイルなんですけど、まあ、状況さえ良ければ、まあ、向かっていくよっていう。勝ちきれてないプレイヤーだから、その100、200に集まってくるような、とても強いプロたち相手に、さらにね、
エッジがあるようなトップレギュラーだったら常時続けても50、100よりえ、ね、時給が出ると思うんですけど、僕ね、一昨年100、200を、ね、テーブルを選ばずに打ち続けたんですよ。600時間ぐらい打ったんですね。で100、200、600時間打ったんですけど、50、100香港ドルよりは時給出ませんでした。確かね、100、200のその時の、ね、時給がね、100香港ドルぐらいでしょ、100香港ドルいくかなみたいな。僕ぐらいのまあ平均的レギュラーだと、まあ、ちょっとね厳しいかな。まあでもたまにいい時もあるんで、まあその負けはしなかったんですよ。そのまあもともとね100人ぐらい座ってるプロがめっちゃ強いんで、まあ、それで勝ちこなしたっていうのはちょっとは自信だったんですけど、まあ、ウィンレートで言ったら、まあ、すごいね下振れとか食らっちゃったらすぐにもう毎点するような終始ぐらいなので、本当に状況によっては300、600香港ドルのテーブルに座ることもあります。オールインになったら、まあ、200万円ぐらいのポットになるわけですね。で僕今マカオ3年目なんですけど、そのね300、600も6回ぐらい座ったことがありますね。まあ、300、600は、ねまあ、9人テーブルなんですけど、まあ、2人でその時は、ねまあ、ルーズの弱い方がいたんですね、明らかに。で、僕がいて、で残り6人はもうめちゃくちゃ強いプロですね。本当にもうドテッキョのたちの集まりで西洋人の方が多くて、ハイステークス打つのってすんごい怖いんですよ。負けたらめっちゃ痛いし、でそれでね、バッドミートとか食らうと結構引きずることも、ね、ありますね。1週間とか1ヶ月とか、その時のね負けがね引きずることもあるんですよ。ポーカールームがある限り、そのいいテーブルでまたねチャンスがあるっていうのは継続的にね訪れるんですね。まあ、なので、まあ、トータルの損得で考えたら、トータル勝てそうなテーブルだったらこうチャレンジしていかなくちゃいけないなってねいう気持ちで、まあ座っていきますね。はい。まあ、僕はね全然結構保守的な方なので、まあ、そんなにはね無理していないんですけども、どんどんこう上に上がってこうバンクロールを増やしていく方はすごいトライしている方が多いですね。で、僕はね今マカオに住んでポーカー3年目なんですけど、で、月間の、最大勝ち額、最大負け額について、お話しますね。で、僕が、マカオで1ヶ月間、まあ、最大勝ったのが、1ヶ月で、340万円です。負けたのが、150万円ぐらいですね。普段はねそのミドルステークスの50、100をプレイしてるんですけど、まあ、いい時にこうちょっと高いレートをチャレンジするので、そういったことね大きく変動する時があります。その、約、ね、150万円負けた時は、100、200香港ドルを打っていた時に1日でね7万香港ドル負けた時があったんですよ。まあ、約100万円ぐらいですね。プリフロップオールインで負けて、その後、まあ、トップペアとフラッシュドローで負けてみたいな、そういうちょっとねまあ、不運が続いて、まあ、7万ぐらい負けました。ただこの100、200で7万負けるって全然めっちゃね不思議な数字ではないんですね。まあ、ポーカーの方も1ヶ月通して振るわなくて、まあ、結局そのまま150万円ぐらい負けました。ただねこのお話を聞いて、勝ったのは340万なのに負けるとき150万なんてポーカーちょろいじゃんって思うかもしれないですけど、ポーカーは、そんなに甘い世界ではありませんね。僕、まあ、3年目なんですけども、これまでにね日本人がマカオにこう何人もね挑戦しに来たんですね。それでマカオに実際に、まあ、居いたりで定期的にマカオを訪れてポーカーをプレイしてるっていうのはね、まあ、本当にねもう一握りですね。プロとしてやってるねプレイヤーは長い方はすごく長いんですよ。まあ、強くてずっとポーカーで勝って食ってるっていうね。また異国であるっていうこともあると思うんですよね。僕なんかはですね前職が麻雀のプロだったんで、で雀荘で勤務していたこともあって、月ね300時間労働っていうのを経験してるんですね。でまあそれに比べたら、まあこのねまあポーカープレイヤーとしての環境は全然まあ苦に感じることはなかったですね。でまあ僕自身がもともと結構大雑把で細かいことはあまり気にしないような性格なので、まあそういう適性もねちょっとあったのかもしれないです。で、まあ、ポーカーやっぱ安定しないんですね。長期的にこうずっとね勝ち続けることができるかもどうかも分かんないし、年々レベルが上がっていくわけですから、それなりのね覚悟はね必要だと思います。まあ、僕みたくまあ麻雀からポーカーに転向する分にはね元々の環境がすごく厳しかったので、それだったらポーカーやってみようかって思って踏み出したんですけど、まあただこれからね日本にもねこのままもし順調にできるんだったらポーカールームできそうなのでね、まあやっておくのはねいいことだと思います。今回はですねポーカープレイヤーについて、お話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。はい、それではね、皆さんまたお会いしましょう。